どうも皆さん、こんにちは、マークです。シリアスサムザファーストエンカウンター、続きをプレイしていきます。リュックサックゲッチュ敵、あれこれ最初のステージの場所じゃん。いや違うか、違うな、また違うあれだね。こんにちは。いや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 、こんな狭いところで出てくる敵じゃないよ君。一掃する。両サイドからゲコちゃんが、もうこいつで終わりかな。だね。よし。いや、こういうね、目の前に湧いてくるの実に心臓に悪い。いい。心臓に悪いなぁ、今更だけど。いやでもここ、あ、またあれだな、デモかなんかだったかな。だな、多分デモであるステージだな。でこの先は針があるからだね、通れないんだ。んでこっち側に行くと、まあスイッチがあるっていう感じだね。うん、ネタバレだね。うん。まあね、まあ改めてもう一度言うとね、まあ、このシリーズ一度クリアしてますからね、まあ、リメイク版では初めてプレイするので、もしかしたら変わってるのか、まあ私の記憶がなくなってるかのどちらかですな。おお、飛んでるぞ。こんな火力のあるやつに飛行能力なんかついたらもうとんでもねえな。 OK、 スイッチ押す、押せてる、押せてないだね。ファラオ、ファラオなのか。オッケー。で反対側のスイッチを押す。でもこれ絶対に目の前に湧いてくるだね。でドーン。オッケー。敵が湧いてくる。あー、そこに弾、ロケット、大砲の弾があるのか。おお、なんの急に湧いてくるな。なんの前触れもなく急に湧いてくるという、せめて何かあってほしいね。心臓に悪い。雑魚に酔わない。アーマー、ショットガンの弾はいらない。スコーピオン、こんにちは。そして弾がある、弾ちゃんがある。レバーを引くことによって砂が出てきて針を埋め尽くす。素晴らしい。これで先に進めるわけだ。でもお約束ですよね、まあ、無事で帰れると思うなよ的な感じで敵が湧いてくると。でここでもね、いますね。先に OK、 OK、上になんかいたな。
右にもいる。危な。よし。まあまだ湧くでしょう。ここで湧かなかったとしても、ああ湧いたやっぱり。うわあマジで。倒しきれなかった。せっかくだし、こいつ使おう。もったいないね、でも。血まみれでよく頑張った。そこの前も。ほい。よいしょ。神風に、ちょっともったいないな。なんで？危な。危なって当たった。ほい、ほい、よいしょ。大砲の弾取っただけでこのありさま。やばいな、もうガトリングとかそういう系の武器を結構使い込んでしまうからすぐ弾がなくなる。 OK。はい、まだいる？いないか。わあ、この狭いところになるとこいつだな。スイッチをガンガン押していく私は押します。何があっても痛い。押さなければ進めない。扉開いた。あ、ちょっと待って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 、もうちょっと落ち着こうぜ。俺は逃げたりしない。お前たちに殺されない限り。控えてるね、こんにちは。そして、弾をゲッチュ。回復もいただく。湧いてるね。スコーピオンが寝ている。アーマーゲッチュの、うん、控えてるね、こんにちは。さらにアーマーゲッチュ、あ、拾いない。オーケー、これで拾えるもんは全部拾ったかな。それじゃあ一回セーブ。セーブ完了。スコーピオンが2匹寝てるんですな。もうこれ間違いなく起き上がるパーティーンだね。まあ起き上がったらこいつでぶちのめすだけですよ。さあ起きろ。お前が嘘にしてるのは分かってるんだ。なんじゃい。あれ起きないな。あ、 BGM 止まった。なんじゃなんじゃそりゃなんちゅうフェイントだ。近づく、うん、そういうパターンね。何？この最強の砲弾で生き残るだろ？はい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 、砲弾の時間でございますよ。はい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 、みんな気をつけてね。この砲弾当たると痛いよ。怪我するから気をつけてね。死者蘇生、ああ、行っちゃった大丈夫かな、拾ったけど。ここでちょっと待ち受けるかと言いたいところだが終わっちゃった。だね、ここにある、まあ、はあはあ、蘇生をね拾って、で先に進むのかな。あのスコーピオンが隠してたのか。ご苦労なこった。あ、もうこれ絶対トラップだよな。取りたくないな。取りたくない。トラップと分かってて突っ込むバカがどこにいる。どんだけいるんですか。
もうしょうがないな、セーブして入ってやりますか。よし、罠にかかってやろう。あわよくば無理だ無理か。ドロップ、霧がかっていい、近いぞ、近いです、いるね。もうね、ここで罠にかかると回復の意味がないというかね。まあそれが目的なんだろうけど、あ、終わり？いいね、さほどダメージを受けなかったという素晴らしい結果。ああ、こんにちは、いっぱいいますね。なんというお出迎えだ。君に関しては一番いらないね。君と神風は一番いらない。あ、もう噂をすればだね。まあシリア様のマスコットキャラだから仕方ないか。あ、どうぞ、壊しちゃった。この上に乗ってれば最強じゃね。もう来ないタイミングが悪い。アーマーだけいただく。お、上にいるじゃん。全然見えなかった。え、そこで湧くの、また君かね。結構、あれこいつ湧いてたっけ。結構ワン、ツー、スリー、スリー、オッケー。そんなにご登場してたっけな。で、パターンとしてはこっちが通れないと。うん、で、まあこ、まただ、何々説明が書いてあるのかな、これは。はいはい、まあまあこっちに行けというわけでしょうな。うん、そんな気がする。あー、ここか。これすごい見覚えがある。この辺はね、多分サクッといけるね。サクッといけますな。ここは覚えている。こんなやつが出た覚えは、記憶はない。まずデカブツを、よし、ちびすけども、ちょっと距離詰めすぎじゃないか。たまない、やーべえな、なくなった。ガトリングもないな。ちょっと待ってくれよ。奴らが出てる、来るのはちょっと予想できなかったな。スモーク湧いてるね。どこだ。空にキモいの飛んでる。上だ。ほい、よいしょ。弾は節約する。ほい、よいしょ、よいしょ、 OK、オッケー。ほんで、アーマー取って、奥にすごいなんか並んでるな。弾か。ちょっと待ってくれ。やった、赤スコーピオンは5発 OK。 奴の息が引き取る音が聞こえた。始末完了。で、ここは開かないと。ですな。ほんで、あらら、まただ。カロじゃん、カロじゃん、ザ、ザ、ザ、エ、エン、エンタ、エンタン、ジェントゥ、ザ、シ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 、わかんない。もう、英語は本当にわかんない。あそこに弾があるんだろうけど、取ったら絶対に置いたのか。やられるから先に進む。んで、ここですな。
うん、覚えてる。ここから中に侵入するわけですよ。なんか後ろにいる？いるな。私は逃げる。逃げ切った。橋を渡ってアーマーゲッチュ。で、おお、宝石、これは高そうだ。そして絶対に湧くと思った。この狭いとこでの神風は本当にいらないと言ったはずなんだけどな。2、3、4、5発、4発だね。前も4発だったっけ。あれを取るのが目的だったのかな。これであそこに入れば外に出られるというわけだ。ほんじゃまあアイテム回収してから戻りますか。で戻ると間違いなくドンパチ始まると。あ、もういるもんね、もう。でハーピーさんたちが飛んでくると。で変なやつも飛んできてると。あれ当たらないね。あれだけかな、地面の敵は。だね。よし、ほい。三段銃で撃ってもな、この距離だとバラバラに飛びすぎて逆に当たらない。あー、これ取ったら敵湧くだろうな。湧かないか、まだ来ないか。まだ、やっぱり先に奴らを仕留めてからにしよう。落とすんで、行ってない場所に行ったりするとまた敵が湧く可能性ありだから。オッケー、あと3匹、4匹か、飛んでるのは。ほいじょ。ほいじょ。ほい。あー、地面のやつが近い。1匹、2匹、3匹、いた。3匹、んで、水の中に2匹いる。ほい。よいしょ。ほい。ほい。オーケー。それじゃ戻りますか。うわー、ロボット。よし、あとはザコだけ。痛いよー。うーん、どうしたもんかね、これ。お出迎え、ありがとう。どこだ。うーん、またあのマグマ野郎か。よし、仕留めた。やばい、神風だ。オッケー、もねー、また湧いてる。もう弾がない。よし、とりあえず OK。 ワン、ツー、スリー。はい、はい、これで終わりだね。よしよしよし。ロケットの弾回収しる、しるってなんだ。また湧く。死ぬ、ガチで死ぬ。これ取っても敵出てくるな。よし、で、あのポーションを取って46ぐらいかな。46かだね。よし、回復はもうない。アーマー取っとくか。気持ち、これだ。よし、もうロケットの弾はいいでしょう。で先に行く。
先に進む。ここで湧くかい。こんにちは。ほい。ほいし。まだいる。終わりです。飛んだね。また飛んだね。これぐるっと回る感じ。わあ。わあ。またドンパチあるだろうな。でも弾があるからね。これは実にありがたい。回復取って。でレーザーの弾と。来いよ。あれ？来ないね。アーマーがあるね。回復取ってマックスにしとく。水中の中にもアイテムがあるということは反対側にもある。よいしょ。あるね。ロケットの弾はマックスか。回復回復。よし、OK だ。こっち側だったかな。だね。ここからまた来るね。はい。というわけでですね、今回はここで終了したいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。さよなら。